こです。チャオトッティ今日はなんとフィレンツェでミメさんにお会いしました。はじめまして、イタリアガイドミメです。ミメさんのことはもうご存知の方もたくさんいると思うんですけど、今日は初めて直接お会いできたんですよ。やっとフィナルメンテ、フィナルメンテ本物のエリコさん、嬉しいです。この動画のメインはなんとフィオレンティーナビステーキ、フィレンツェの美味しい T ボンステーキを食べに行きたいと思います。一緒にがっつり食べましょう、肉食女子そうです。動画最後まで見てください。最後まで見てください。はい、着きました。ダンロステベストステーキ、ベストステーキよ。なんかここがお昼休みもなく入れるそうなので、今日はここにしてもらいました。はい、ここがすごい、すごい肉とタレみたいな。いやさすが、え、この塊はすごいんだけど、すごいよねこれね。奥もおしゃれですね。そうなの、なんだこいつか。今日カメラマン、ミメさんのカメラマンを、いやいやナオヨシさん、ナオヨシさんめっちゃ久しぶり、めっちゃ久しぶりですよ、本当に。あとベベソロレヨノ、こいつの方向タレビア、シシ、ミメさん、ベネオンポキーノペッパレブリーン、ペッパレブリーン、ポキーノバサバサバサ。サルーテー、まずはキャンティークラシコで乾杯。はい、乾杯。でもミメさんはね、お酒あまり飲めないこれだけいただきますなんかあまり飲むと具合が悪くなっちゃうじゃん。ちょっとだけにしておきます。似合いますよね、赤ワイン毎晩飲んでそうですよバッカーじゃ、わあ、テリフィリット、meglio mangiare così。 なんと見てください、このフォークとのサイズ、手のサイズこんなんです。じゃーん、来ました、じゃーん、Tボーンステーキ、本当にティーだすごいでかさですね、 1.5キロ。これどうやって食べるんですか。これはですね、通常皆さんね、ビステッカを1個一人食べるんですかというんですか、そうじゃないんですよ。これをもう切り分けてありますので、やっぱりみんなで一緒に食べます、うん、ご覧の通り炭火焼き、うん、でサーレグロッソっていうね、あの大きいお塩だけなので、好きな方はオリーブオイルと胡椒をかけます、はい、でも最初は何もかけないで肉の味をぜひ食べてみてください、はい、ここが男性の指4本分の厚さに切った、今日はですねマルキジャーナ、マルケ州のキアナ牛というのを頼んでみました。でどこが一番美味しいかっていうと、本当はここなんです。一番ビステッカ好きの方はここをむしゃむしゃと、なるほど、食べますが、まあ、好き嫌いあるので、まあ、フィレットがここですね、柔らかい、柔らかいところ、でも味があるのは実はこっちなんですよ、なので多分1個1個食べてる、この真ん中らへんがいい、これそう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 、なるべくその真ん中らへんの、うわっ、大きい、見て、おっきい、プルプル、うわすごーい、もうまさにマグロの赤身みたいな。本当だ。このナイフもすごいね。ナイフもすごい。なんか人殺せるの。殺せちゃう。殺せちゃう。フィレ肉から。いただきます。あーん。美味しい。私はこのコントロフィレットからいきましょう。なんか赤身のところ、なんかレアのところがすごい。なんて言うんだろう。なんかちゃんと噛み切れるっていうか、噛み切れる、 でも外側が炭火焼きだからカリカリして美味しい、美味しい、パンパーネトスカーナ、全然塩が入ってない、あ、そうなんですね、硬いパンな、パンって塩辛いですよね、イタリアの結構味がない、ないないないまずい
でもこのしょっぱいのと食べるとちょうどいい。まさにミミさん2ですね。さすが2です。もう何個何回食べたことか、ちなみにこれって家ではやっぱり作らないものなんですか、ね、いや実はねお家でもあの信頼するお肉屋さんでこのお肉を買ってうちの主人が炭火焼きで焼いてくれま す、すごい。おいしい。柔らかい。もうね熟成肉なので、うん、噛めば噛むほど味が出るみたいな。で、一切日本みたいにねタレとかソースないんです。焼肉のタレがない、うん、ちょっとこれがイタリアの肉って感じ。日本人の方にはなんかちょっと醤油かけたいとかあの醤油携帯で持ってきてこれをかける方もいるんですけど、やっぱりこのお肉の味はですねこのようにこのまま食べるのが一番美味しい。美味しい。肉食女子会ですね。女子会ですね。肉食女子会。ワインも美味しい。これとキャンティワインが合う。綺麗にできてよかった。全部食べれますかね今日ね。あの生徒さんいるんで大丈夫。本当に今日はありがとうございます。本当にミメさんがここにいるのが不思議。本当ですよね。なんか夢のようで今日は眠れませんでした。運命の出会いですね。なんかでも本当初めて会ったっていう感じじゃなくて、やっぱいつも私も動画見てるので本物だみたいな。ミメさんはもう本当にあのさっきあのちょっとお話ししたんですけど、カメラオフの時も、もうこのまま、うん、このままいつでもこのまま。皆さんが動画で見てらっしゃるミメさん変わらない。変わらない。変わらない。リコさんも変わらない。この声のトーンとかもやっぱり本当このままですね。そうですね。本物もね、本物。不思議な感じです。不思議。嬉しい。嬉しい。この素晴らしいね、キンキラキンに光る扉、なんと天国の扉と呼ばれていまして、はい、あのミケランジェロが、はい、彼が天国の扉っていう名前をつけたんですよ。ポルタデルパラディーゾ。実はねこのコピー作るのにもなんと原価で2億円という、これがですね有名な幸運をもたらすイノシシくん、ポルチェッリーノ、子豚ちゃんと呼ばれてます。入れて入れて、やったー。入りました。え、旦那さんとはちなみにどこでどうやって知り合ったんですか。なんかあんまりガイドになるための勉強は苦ではなかったんです、はい、日本人でおすすめしたいなんかブランドとかありますか。そうですね、エルボー